韓国ドラマで不動の人気を誇るジャンル時代劇。身分によって苦しめられる逆境や、そんな逆境がもたらした究極の愛など、時代劇でしか得られない展開は目が離せないわよね。そんな今回は日本で高評価を叩き出した韓国時代劇特集。日本最大級のドラマレビューサイトフィルマークスで星 4.0 以上を獲得した作品を条件に調べたところ、なんと30作を超える良質時代劇を発掘できたわ。目の肥えた韓流時代劇視聴者よりすぐりの名作たち。ということで、全3部作でお送りする高評価時代劇の第2弾開幕よ。レイ。湖で溺れた OL ハジンが目覚めると、なんと高麗時代。宮廷で暮らす少女ヘスの体に乗り移ってしまった彼女は、美しい8人の王子たちと出会うが、後継者争いに巻き込まれる王子たちとヒロインの愛を切なく描いた王宮ロマンス。明るくおてんばなヒロインを国民の妹アイユー様、顔と心に傷を持つ第四王子を悪の花のイージュンギ様、心優しい第八王子を椿の花咲く頃のカンハヌル様、その他ナムジュヒョク様など主演級の俳優が大集結。大規模なセット、ゴージャスな衣装など、圧巻のスケールで制作費はなんと150億ウォン。イケメン王子のオンパレードはまさに目の保養だけど、ただのラブコメ刺激とは侮るなかれ。伏線満載なストーリーは見応えたっぷり。終盤にかけて切なさが加速し、見終わった後は深い余韻に包まれるわ。実は続編を匂わせるエンディングも別に撮影されていたらしく、今でもシーズン2を待ち望む声が絶えないの。ラストは涙腺崩壊必至、怒涛の展開に涙しない人はいないわ。バスタオル片手に挑んでみて。レイは全30話、 U-NEXT でのみ見放題配信。気候号。元王朝の属国であった高麗時代、婚女として元へ送られようとしていたヤンは、運命的に出会った高麗の世者に逃亡を助けられ、彼女の波乱な人生が動き出す。高麗人でありながら元の第一皇后に上り詰めた実在の女性を描くスペクタクル刺激。気候号をシークレットガーデンのハージウォン様、高麗の世者を映画カンナさん大成功ですのチュージンモ様、復讐の矛先となる元の皇太子を怪しいパートナーのチチャンウク様が演じるわ。歴史上悪女とも呼ばれた気候号の生涯を大胆アレンジ。元の皇后になった後も祖国高麗の民を思い続ける正義感の強い女性として描き、視聴率 32.4% を獲得。2つの国の王から愛され、元への復讐心を胸に秘めたまま異国の地で毅然と生きた悲しくも美しい女性の壮大な物語は、 MBC 演技大賞の新人賞、脚本賞、大賞など7冠を達成。長編ながらもスピーディーなストーリー展開は視聴者を釘付けに。裏切り、毒殺、呪いなど、一気見必至のドロドロ沼は一度ハマれば抜けられないはずよ。気候号は全51話、U-NEXT、Hulu などで見放題配信。ソン・ギュンガンスキャンダル。聡明なユンシクはあるきっかけから天部の才を見出され、エリート校ソン・ギュンガンに入学を許されるが、その正体は男装したユニという女性だった。女人禁制の寄宿生活にどんな波乱が巻き起こる。優勝や恋を通して成長する若者たちの夢と葛藤を描いた青春時代劇。男装のヒロインをキム秘書は一体なぜのパクミニョン様、エリート生でライバルのルームメイトを屋根部屋のプリンスのパクユチョン様、その他ソンチュンギ様、ユアイン様など、今や大物俳優が脇を固めるわ。社会現象級の人気を獲得し、駆け出しだった主要キャストが一気にスターダムへ。朝鮮時代版キャンパス青春劇とも呼ばれ、ユニに惹かれる3人衆の BL っぽいドキドキ感はもちろん、それぞれの事情を抱えながらも支え合って成長していく若者たちの姿はみずみずしくも尊いわ。女性軽視の時代で果敢に人生を切り開くユニの姿は誰もが応援したくなるはず。爽やかな青春物語はいつまでも色褪せない名作よ。
ソン・ユンガンスキャンダルは全20話、Netflix、U-NEXT などで見放題配信。宮廷女官チャングムの誓い。舞台は16世紀初頭の朝鮮王朝時代。時の王ヨンサン軍の粛清で天涯孤独となったチャングム。母の意志を継ぎ、宮中で最高の料理人を目指すが、ライバルの陰謀で流刑に。しかし流刑地で医学を学び、新たな人生を歩み始める。不遇な生まれから王の主治医まで上り詰めた女性の波乱万丈な生涯を描いた長編時代劇。チャングムを調査官苦行医のイーヨンエ様、惹かれ合う武官をサバイバーのチジニ様、料理の師匠を太陽を抱く月のヤンミギョン様など、往年の名優がずらり。最高視聴率 57.8% を記録し、イーヨンエ様は MBC 演技大賞の大賞を受賞。日本でも韓国時代劇ブームの火付け役となった不朽の名作。史実と創作を織り交ぜ、朝鮮時代に実在した遺書の波乱万丈な人生を描き、ハラハラドキドキの先が読めない脚本は秀逸。時代考証に基づいた当時の食文化に加え、薬草の種類や用途、針治療など現代に通ずる医療技術が紹介されるなど、職業ドラマとしても評価されてるわ。宮廷女官チャングムの誓いは全54話、 U-NEXT などで見放題配信。王になった男。絶対君主の座を築いたイホンは、命を狙われる恐怖から疑心暗鬼に陥る。王とウリ二つの道化師ハソンを影武者に仕立て、その場をしのごうとするが、数奇な運命に操られ、王の影武者となった男の人生と禁断の愛を描いたフィクション時代劇。王と影武者の二役を怪物のヨジング様、聡明で心優しい王妃を医師ヨハンのイーセヨン様、王の側近イギュをラケット少年団のキムサンギョン様が熱演。大ヒット映画「王になった男」をリメイク。映画版と違い、クアンヘ軍をモデルに架空の王を主人公としたため、史実に縛られすぎないドラマチックなストーリーが完成。子役出身で若手実力派俳優のヨーシング様が、次第に狂っていく暴君と明るく愛嬌のある先民というギャップのある二人を見事に演じ分け、どんどん引き込まれていくの。映画では描かれなかった影武者ハソンと王の側近イギュとの感動のブロマンスや、偽物だと察しながらも次第に心を寄せていく王妃とのロマンスなど見どころ満載よ。王になった男は全16話、 Netflix、U-NEXT などで見放題配信。バイ。セジャ暗殺の濡れ衣を着せられ、処刑された父を持つクワンヒョン。罪人の子として出征するも、女児であれば処刑を免れるため、ある人物が娘とすり替え、その命を救われ、やがて腕利きのバイへと成長するが、馬を見る医者から真心と勇気で人間の名医となった男の歴史時代劇。バイ、クワンヒョンを秘密の森のチョウスンウ様、運命的に出会った異女ジニョンを存続女王のイーヨーン様、その他時代劇常連俳優が勢揃い。17世紀に実在した朝鮮初の漢方外科医の物語。彼がいかにして医学を学び、王の主治医にまで上り詰めたのか、ライバルとの確執や初恋の女性とのロマンスを交えながら描かれるわ。当時ミュージカル界のスターだったチョウスン様に惚れ込んだ監督が、何度もオファーを重ねて実現した奇跡のキャスティング。その期待に応え、人間味あふれる様や富や権力に揺らぐことなく真摯に向き合う姿など、誰もが愛さずにはいられない主人公を魅力的に演じ、 MBC 演技大賞の大賞受賞の栄誉も手にしたのよ。バイは全50話、 U-NEXT、 レミノなどで見放題配信。雲が描いた月明かり。ある事情から男装して生きるラオンは、ひょんなことから宮廷のネグワンになり、かつて険悪な出会いをしたセジャに仕えることとなってしまうが、やがて二人に友情を超えた感情が。男装女子とツンデレ王子が織りなす青春ロマンス時代劇。
セジャに振り回されるネガン王子役出身キムユジョン様、ツンデレセジャ王ボーイフレンドのパクボゴム様、ヒロインを見守る貴公子王 B1A4 のジニョン様とフレッシュな面々が勢ぞろい。最高視聴率 23.3% を獲得し、 KBS 演技大賞では8冠に輝く甘く危険な宮中ロマンス。パクボゴム様は王になる者としての威厳ある姿と男性に惹かれてしまう葛藤を繊細に演じ、トップスターの仲間入りを果たしたわ。キムユジョン様が男装を解いた時の息を呑む美しさやラブラブシーンはもちろんのこと、史実も織り交ぜた宮中での権力争いなども迫力魅力たっぷりに描かれ、後半になるほど面白さはぐんぐん加速。飽きない要素満載で誰もが楽しめる極上のラブストーリーよ。雲が描いた月明かりは全26話、 Unext でのみ見放題配信。帝王の娘スベクヒャン、姉ソルランの実の父が国王だと知ったイフマイは姉になりすまし王女の座を手に入れる。一方先代王と現国王の王子もすり替えられたことを知らぬままそれぞれ成長、運命に翻弄された4人の男女の愛と野望を描く大型ロマンス時代劇。ソルランをロマンドクターキムサブのソウヒョンジン様、妹を個性あるキャラクターが魅力なソウ様、すり替えられた王子をヨンパリのチョウヒョンジェ様、ソンギュンガンスキャンダルのチョンテス様が演じるわ。激動の三国時代を舞台に、クララを守る花イコールスベクヒャンの名を与えられた王女をめぐる愛憎劇。王女のなりすましと王子の入れ替わりという設定が面白いと話題沸騰し、ソヒョンジン様は MBC 演技大賞優秀女優賞にノミネート。父や祖国への愛を心に刻んでいたソルランは諜報団を導き、時代に翻弄されながらもクララのために力を尽くし、次第に権力を掌握していく波乱の生涯は見応え抜群。そして絡み合う人間関係の行方は、交差する彼らの運命をぜひ見届けて。帝王の娘スベクヒャンは全108話、レミのフールなどで見放題配信。赤い袖先、王宮で孤独に育ったセソン3はある夜幼い救助と出会い淡い思いを抱く。数年後、聡明な救助に成長したドギムと再会し、互いに正体を知らぬまま距離を縮めていく。名君イサンの初恋と成長を描いた切ない宮廷ロマンス。四女の孫で後の第22代王チョンジョとなる三王 2PM のジュノ様、三のために尽くす女官、後のウィビンソン氏を王になった男のイーセヨン様、三の最側近をシスターズのカンフン様、その他脇を固めるベテラン勢が物語を重厚に。多くのドラマで語られるチョンジョとウィビンソン氏の愛を史実に基づき描いた正統派時代劇で、過去の名作オマージュも多数。ジュノ様が国を背負う者としての威厳と花、孤独の影をカリスマ性たっぷりに体現。国政を最優先しながらも一途に連歩する姿は燃えるわよ。イーセヨン様も自分の意思で人生を選ぼうとする女性を伸びやかに演じて、回を追うごとに視聴率が上昇。16話編成の予定が17話に。テクサン芸術大賞最優秀演技賞ほか、多数の賞を獲得した傑作中の傑作よ。赤い袖先は全36話、6月2日から Unext で全話見放題配信予定。いかがだったでしょうか。日本で高評価を叩き出した韓国時代劇特集第2弾。残す作品は第3弾で紹介するから楽しみにしててね。ということで今回も局長ゆうやんでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョン。